この東京クラシック今日のこのゲーム6試合目ということになります。これまで共に2勝ずつ引き分けは1つ、まあ、先ほど来申し上げているように今シーズンの対戦マチダホームでのゲームは4対2ヴェルディの勝利でした。安全確認からオフサイドない。さあアラン・ピネロ抜かした逆サイドには高木がいる。そこまでは届きます。おーおーだークリアしようとしたこのキックがゴールに吸い込まれました。大谷のキック、オンゴールでヴェルディ先制です。難しいんですよね、サイドが絞ってきて後ろにも相手がいるの分かってますから巻きながら蹴ろうとしてるんですけど、これは難しいですよね。オフサイドないですか。さあオフサイドない。打球者からドグラス・ビエラ、面で合わせていきました。ここはキーパーの対応になりました高原です。ここは入れ替わった、高木が行く、安西光輝が中入っている。ここはファーサイド、逆サイドまで行きましたが安西和樹、そしてこのクロス合わせていった。ピネロオフサイドありません。追加点東京ヴェルディ。うまいね今のシュートは。今日は2得点に絡んでいますアラン・ピネロ。戸島にボールが出て一旦下げて井上から左サイドへ、ただアラン・ピネロ戻りました。あっとパスミス、中島左に外れた、惜しいシーンでした。ヴェルディ救われました。いやビッグチャンスでしたね。こういうところですよねアラン・ピネロの内ビデオ頑張りね。高木が行く、左安西光輝上がってきた、そちらを使うファーサイドにドーグラス・ビエロ、シュートは狙っていきました安西光輝。さあコーナーキックです。いいボールだ、中央ヘディング来た、田中いいボールだね安西和樹。ブルース対戦でのゴールになりました田中です。どうもピサリでしたね。そうですね、内田はアラン・ピネーロに出していきます。逆サイドでドーグラス・ピエラー待ってます。だいぶオープンだなこれ。アラン・ピネーロからドーグラス・ピエラー、こぼれたところ高木だ、ナイスキーパー、まだあるドーグラス・ピエラー、こぼれてきて高木倒れ込みながらシュート行きましたが枠の外でした。高木義明です。自分のところには来ないだろうとちょっと思ってて立ち上がらなかったですね。さあ松本から中に抜けてきたシュート来た、途中出場の遠藤1点返しました FC 町田ゼルビア。カットして内田が運んでいきます。そしてドグラス・ビエラからアラン・ピネーロ、アラン・ピネーロ抜け出している、持っていってシュートはこの左、抜かしていったボールヘディングシュート枠の左でした。惜しいシーンでした戸島。ゲームが終わりました3対1東京ヴェルディ東京クラシック制して J2 5試合ぶりの勝利、逆に FC 町田ゼルビア松本戦以来5試合ぶりの敗戦となりました。